こんにちは、シージオブケンタウリ。今日はミッションセブンのゲールハウルドという面をプレイしたいと思います。アップデートで新しく追加になった面ですね。今回のオブジェクティブが、3回オーバーチャージを使えと、あとデストロイ、敵をすべて倒せで、ハードのレベルでクリアしろということですね。ハードでいつもやってるんで、今回はね、結構難しいんですよね。また3方向から、ここがコロニーで、こう3方向から来る敵が来るんですけれどもで、ここにメタルが、これがメタルですね。で、こっちがラジオアクティブで、これがメタルと、できたらここと、ここのメタル工場は守りたいんですけどね。でね、敵が来るのがここと、出てくるのがここと、ここだったかな？ここなんですよね。で、とりあえずね、最初またデストラクターが来るんで、最初ラッシュウェーブして、デストラクターこっちから来るんですよね。だからデストラクターにはこのミノスキャノンを食らわせないといけない。この辺で。で、1台だとちょっと足りないんで、もう1台立てないといけないんですけど。で、あと細かい敵も来るんで、あと、今回ね、ドローンベイっていうのが解放されたんですけど、これね、結構役に立つんですよね。敵を追いかけてって、戦ってくれる小さいドローンを、ドローンの基地ですね。で、もう一個、ミノスキャノン、デストラクター対策にもう一個必要なんで。で、ここね、最初はちょっとさすがに守りきれないんで、ミルトンを使います。で、ここのドローンベイを、一個アップグレードすると結構強くなるんですよね。で、次が、これマゾシストか。で、次がまたリーパーなんですよね。リーパーがね、こっからうわーっと出てくるんで、このドローンベイね、結構集団にも有効なんですよ。これを1個アップグレードして、で、うわーっといっぱい来るんで、こういうふうにね、結構ドローンベイ強いんですよ。有効なんですよ、集団にも。で、あと、この辺にもちょっと1個立てとくかな。ドローンベイね。それと、次に来るリーパーがね、こういう風にわーっと来るんですよね。だから、この辺でちょっと迎え撃ちたいと。あと、ここのね、こう来て、ここのメタル工場を襲いに来るんで、ここにドローン置いとけば、こっちから来る敵も一緒にやっつけることができますよね。ここもアップグレードして、ここ来ましたね、こういう風に分かれて。で、ここもちょっともう一個置いて、で、次にこれ来るの、リーパーで、次が、パニッシャーが、こっちの方から飛行機で飛んできて、このメタル工場を狙ってくるんで、この辺で、もう来てます。もう来てました。早いわ。このイカロスで迎え撃つということなんだけどね。こっちのね、ラジオアクティブは別に
壊されてもそんなに、あ、またデストラクター来るんだ。デストラクター今度は、これ守れるかな、どうも微妙ですね。デストラクター今度はこっちから来るんで、この辺に、このなんだっけ、ミノスキャノンを置いて、デストラクターこう来て、ここのメタル工場を狙ってくるんですよね。だからまあなんとしても守りたいところではあるんですけど、このオーバーチャージを使います。で、ここもアップグレードして、こっちでやった方が良かったかな。ああ大丈夫か、これは。これは大丈夫なのか。なんとか守りきってほしいが、ミノスキャノン、ここに置くのはもったいないよな。ここだよな。で、なんとかデストラクターを。いや、そっちじゃないんだよな。この人をやっつけてほしいんだよな。よしよし、いいぞいいぞ。で、次がなんだこれ。あ、キャパシタ、これなんだっけ、キャパシタ、これはなんだっけな、わかんないな。どっちから来てるんだ。まあ、どっちにしろね、もう一個ここにこのミノスキャノンは置いておきたいんですよね。あ、これ、この放射性、放射の装置を狙ってきたのか。で、次がまたパニッシャーか。イカロスちょっと、もうちょっと置いて守っとくか。で、パニッシャーの、こっちにも置かなきゃダメかな。本拠地を狙ってくるかな。ちょっと置いていこう。で、次がなんだっけ。あ、なんとか耐え切ったか。次が、あ、これまたリーパーだ。リーパーどっちから来てるんだ。上から来た。まあ、この辺にももう一個ちょっとこれを置いとくかな。まあ、ドローンね、ドローン非常に使えるんですよ。で、ここにあって、ここにあって、あと、ここにももう一個作っとくか。ここも作って、ここもな、最後ちょっと守っておきたいんだよな。最後来たら嫌だから、ここにも置いとこう。ここのメタル工場を守るドローンですね。あ、こっちに来ないんだ。なんだなんだ。作って損した。結構強い。あ、まずいまずいまずい。この雲が来てる。で、オーバーチャージでこの、あ、3回オーバーチャージ使ったんで、オブジェクティブが1個達成しました。これもだよな。このこっちの雲をやっつけてほしいんだけど。あれ、ここ、射程範囲外なのかな。雲と、あとこっちにも、あ、こっちにもエラディケイターが来てるんで、この、ミノスキャノンをオーバーチャージしないといけないんですよね。これね。ここをオーバーチャージして、このエラディケイターを、なんとかやっつけたい。で、この雲は、雲ももうすぐやっつけられるか。あとはね、あとはなんだこの、あ、スカラベが来るんだ。スカラベがたっぷり来るんで、こいつどうすればいいのかな。スカラベがぐるーっと回ってくるんだけど、この辺にちょっともう一個、スカラベが、
大量に来るんで、スカラベットね、あの最後のあのこれマータイル、あのバリア付きの細かい敵ですよ、一番厄介なこれが来るんで、でね、ここでちょっと一回コロニーをアップグレードしておいて、最後のマータイルに備えてパルスキャノンを置いていきたいんですけど、このね、パルスキャノンをアップグレード、あれ、パルスキャノンをアップグレードするのにコロニーのレベル2が必要なんで、あ、これですよね。これ、こいつが一番厄介な敵に、こうやってパルスキャノンで、こっちからもね、確か来ると思ったんだよな。ん？マータイルこっちから来ないのかな。いや、来るよね、ほらね様子を伺っているっていう感じで来ました。こういう感じで敵にいいところでこう置いてってやらないと。このパルスキャノンは一応あの敵のバリアを貫通するんですよね。バリアを貫通して攻撃できるんで、このイオンキャノン、パルスキャノンで攻撃します。だいぶいいかな。いや、まだちょっとまだダメですね。まだだいぶ残ってますね。パルスキャノンで、アップグレードして、ここもパルスキャノンを、アップグレードして、あれ、スカラベってもうやっつけたんか。あ、いるいる、まだいるじゃん、スカラベね。で、最後ね、この辺でちょっと最後やっぱり迎え撃たないといけなくなると思うんで、こんなにパルスキャノン置いてもやっつけられないとか。どんだけ強いんだこいつ。よいしょ、最後にスカラベこっちから来るから、こっちにちょっと置いとかないとな。で、メリットはもうちょっと置いて最後スカラベが、ん？スカラベが来るんだよな。ん？こっちからのは、あ、まだいるじゃん。まだいるんですよ。あ、ここはもうアップグレードしてみるか。よし、アップグレードして。こっちはこのミルトンで大丈夫だと思うんだけどね。で、あとこっちのスカラベ、あ、スカラベ結構やっつけてるな、この辺で。いつもこの辺ギリギリまで来るんですけどね。もう一個置いちゃうか。もうダメ押しで。大丈夫かな？大丈夫っぽいね。ここにもドローンがいるしな。あ、アンロックされたオービタル兵器ですね。あとはここにいるやつらが最後かな。あ、勝ちましたね。
いや、これはすごいスコアですよ。今までのハイスコアで勝てました。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。